1. 1広瀬通との交差点から北向きに見た西公園通。左側が西公園、右側が立町小学校西公園通りは仙台市都心部を南北に走る幹線道路の一つであり、北は道市青葉区の大学病院前交差点に始まり、南は道区大手町片平で立橋通となって終わる。指導としての名称は指導西公園通線であり、 仙台市総合道路整備計画における、国格幹線道路も、三環状12放射状線のうち、最も内側の環状道路である、都心環状線の一部をなす。かつてこの通りには、仙台市電が走っていた。現在の道路愛称である、西公園通は、1983年度に、公募と仙台市の委員会によって命名されたもので、ある。名称が示す通り、 仙台市内の西公園に沿って走る通りである。かつては仙台市電が走っており、全線にわたって片側に車線以上の福音を持つ道路となっている。1976年に同市電が廃止されると、沿道の商店街は衰退し、マンションや雑居ビルなどに変わった。北端の北4番、A2 との T 字路には東北大学病院があり、ついで沿道には、 仙台市交通局及び仙台市営バスの車庫、仙台市民会館などがある。南端付近にはかつて仙台家庭裁判所があり、その地は現在高層マンション、ライオンズタワー仙台大手町となっている。沿道では北から停前寺通り、さらに広瀬通及び仙台西道路という幹線道路と交差している。江戸時代から大正時代までは現、 西公園通の北一番町から北には、道が存在せず、仙台市電開通の際に北四番町まで延伸された。現、西公園通の東側を南北に通る、現、日町通には、江戸時代に天馬が置かれており、仙台城下町北部の流通の中心であった。江戸時代に存在した北一番町より、南部分は、広瀬川が形成した段急崖直上にあり、 道の片側のみ平らな土地が続いていたことから、片平町と呼ばれた山椒片平町の北一番町から大町にかけての区間は、他藩の大名並みの地行域を持っていた伊達市一族、及び仙台藩重心の大屋敷の連なっており、幕末の頃は大名工事とも呼ばれた。母親戦争敗戦により、大名工事の屋敷は、明治政府に接収されていき、 公共的な施設や仙台城を占領した官軍のための施設が建設された。明治以降、大名工事の北部は時和町、南部は元柳町と呼ばれるようになった。仙台空襲以前、現在の西公園通に接続する太い道は、市電が通る北四番町と五橋通のみで市の中心部につながる道としては大町と本土邸があった。 戦後の復興事業開通により、西公園通には停前寺通り、広瀬通、青葉通という大通りが新規開通して接続した。また、山形県と仙台とをつなぐ作並街道へつながる、堂々は市内各所からの交通が集まる道となった。ありがとうございます。